やばい、うまいじゃん。着いたね。最大の目的地、野生の馬に会いに来る。今どの辺走ってるんですか？これはですね、地名なんだっけ？アッサブ？アッサブか。まだアッサブ。まだアッサブ。アッサブ結構ね、でかい町だった。本当にね、何にもないっすよね。ぐるーっと見渡しても、車も人も合わない。第一村人とかに会えるかなっていう期待もありましたけど、誰もいない。ヤギはいた。そう、ヤギは僕らのことをずっと見てましたね。うん、気持ちいい。北海道っぽい道っすね。横に並んでる。うん、ね、今みんな横に並走してるっていう。この2車線を。チャラさん、なんかベスト調子良さそうだね。アスニックベスト、うん、さっきから見てたけど、結構今日20度超えてて、うん、暑いんですけど、うん、なんか自転車だから風がガンガン吹いてくるんで、ね、日陰寒かったもんね。その時に、うん、ベストだと体感だけ守ってくれるんで、うん、すごい調子が良いです。いいね、実は脇から出てきてくれる、ね、その今みたいに平坦な道、うん、走ってる時はここを開ければかなり楽しできるんで、うん、そこいいよね、フロントがね。すごいちょうど、でもお腹は冷えない。ソニックベストね、隠れた名人だと思う、ね、あ、吉原さんが着てるソニックジャケットよりちょっと一回り小さい。こっちよりね、そうそうそう、だからめっちゃ軽いぞ。僕も好きで、僕ピンク派なんですよ。ピンク派、確かに横山さんピンク。このイエローとピンクだよね。そう、あと赤。赤か。ソニックベストはこういう、暑いのか寒いのかちょっとよくわからないときに、最後の仕事をしてます、うん。体温調整がね、ちょっと難しいときとか。確かにこうだったら、ね、寒そうだもん。そう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 、多分。結構冷えますからね。ね。そう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 。今お腹ちょっと出すだけで冷えてきましたから。ただ守ると安心感。うん。この道が気持ちよすぎて、なんか早くも今回のバイクパーキングのハイライトになりそうなんですけど。ハイライト。朝4時出発して、うん、チラさんの自転車がちょっと調子悪くて、チラさんはちょっと先に行きますと時間がかかりそうなんで、結構1時間ぐらいバラバラ、ね、そう、日が昇ってきて周りが明るくなった頃に海岸線のすごい景色がいいところで4人がまた合流して、やっと会えた。そうで、おはようって言うのかなと思ったら、吉見さんの大学生が、中地さん、昨日夜中、手つないで来たよね。いやいやいや、絶対吉田さんの陰部でしょ。いや、もういきなりさ、手つないでくるからえっと思ってさ、吉田さんの陰部にここ巻き込まれた。事実だ、事実だ、大阪店のなんかこう見る目が変わった。あのお店は、あのお店できちゃった。え、吉田さんが照れてるのか。入ってくる篠崎は大丈夫かみたいな。間に挟んで、両手つながれてるかもしれない。逆に吉田さん何食べてんの？これなんか函館のコーヒーチョコ、うん、コーヒーチョコ、なんかすごい玉虫色に光ってる感じがして綺麗。なんかカフェイン入ってるからいいかなって。確かに眠気覚まし、眠気覚ましに、ずっと単調な道だったから眠いっすよ。眠い。今日4時から走ってるから、うん、確かに中に豆入ってる、豆が入ってる、うん、丸ごと1個。あと眠くなった人いたら配給するんで、うざっす。最高に気持ちいいですね、吉田さん。あ、ジャズじゃなくて、そうだ。え、嘘でしょ。順調に進んできたんですけど、まさかの通行止めでした、ね、通行止めでしたね。2020年4月ぐらいから土砂崩れの後で通行止めになってるらしい。 Google マップにもね、表示されてないから、Google マップ最適ルートを選んでいったってことです。ダメでした、ね、じゃあ一旦気をつけてください。そうです、何もできません。ちょっとギリ進む。
どうしますか、今日も成功マートにしますか。成功マートの成功マートをつなぐ。さっきホテル、ホテルなかった、なかったね。いいには期待しましょう。期待しましょう。 T シャツ買った方がいいでしょ、まず成功マートの。成功マートの次の目的地は何キロぐらい。成功マート大野地点。大野地点、35秒。あ、じゃあ、うん、1時間半ぐらい。ほら、割と30秒ぐらい。確かにバグってるよ。なんでずっと撮ってんの。なんかこういう時の方が面白い言葉、なんか生まれるでしょ。何か生まれるのは俺だけじゃないから。ずっと俺を狙って撮ってるから。ようやく3軒目に来て冷めてしまってるけど、いやこれはね、まあ、冷めてても美味しい、うん、あのお昼食べたコロッケより全然美味しい、うん、これ効果も欲しいな。いや揚げたてが本当に美味しいですよ。揚げたてをね、ぜひ横山さんに食べてほしい。じゃあまだあと2日あるから、ちょっとじゃあ揚げたて狙って。俺らが自転車で旅してたとこってセイコーマート探すの大変だったけど、今函館いるからね、無限にあります。無限にある。なんだったら店員さんに揚げたてが食べたい。揚げたてをオーダーもできるの。過去に1回だけやったことあるけど、もうでも在庫がなくて食べたいんですよ。なるほど。ずっと待ってくれたら揚げてもらって。優しい。すごいな。シノピーと吉谷さんほったらかしてポテト買いに来たって。食べたい。そうだ。横山さん着いた。あの赤いとこまで行こう。お疲れ様です。 C2C 島から来てる。シノピー累積は今何キロですか。112キロ。あと4時から漕ぎ続けて、今何時。今6時10分。14時間。お疲れ様です。まあ、とりあえずみんな疲れてるから美味しいもん食べに行きましょう。ジンギスカン。よし。よし。ここだけだけど。ジンギスカン。お疲れ様です。お疲れ様です。お、あれぐらいの坂道。やっぱり焦げるんじゃないの。横山さん、何の話してんの。あのとね、あそこに夜景が見える、うん、函館の山から、そうロープウェイ登って行ったら見えるらしくて、もうこんな酔った勢いじゃないとあそこ行かないでしょ。行かない。一生のうち1回、で行こうって言ってるんだけど、吉田さんはひよって。ひよってるんですか吉田さん。昨日の山から見入れるよ、あれ。そういうことじゃない。あれぐらいじゃない。ここでミノーロ。北海道来てもね、ミノー言い訳がひどい。だからあそこ登った後めっちゃ気持ちいいと思う、一回体冷やし切ってから、サウナがいいですよね。どうやって、こぐ。バイクパッキングだから。ロープウェイなんて贅沢よ。やばいな。それはちょっと家かもしれない。次のシーンサウナ。すぐにサウナ。いや美味しかった。よし行くぞ。行くのかい。行くぞ吉谷。
ぞ吉田に。見の見のより綺麗な景色見せてやる。そっちの動画だ。押していきましょう。うん。できますよ。ペットが2つしかないから。じゃんけんで。じゃんけんで。入れる人を決めます。はい。最初はグー。じゃんけん。ほい。僕でもシード権あるから。シード権あるから一回。最初はグー。じゃんけん。ほい。しゃあ。みんな読んでた。最初はグー。じゃんけん。ほい。おっしゃ。最初はグー。じゃんけん。うわ。ありがとうございます。ありがとうございます。膝どうですか？今のところ回復。はい、ロクソニンと。だましだまし。追い込まされるというそこからの成長が著しいから楽しみですね。なんか風船上がってきましたね。上がってきたね。そして目の前には馬がいる。横山さん、うん、いってシラピー。お疲れさんです。まさめちゃめちゃ近づいてきて怖かったわ。一人ぼっちみんなに見つめられて、あやばっ。膝をやられるっていう。膝をやられるっていう。目つけましょう。最大の目的地、野生の馬に会いに来る。あの横山さん、あの奥が、はい、函館市街地、あの今日はここから来ました。うん、あそこから、うん、すごく漕いできて、自転車ね、最高のロケーション、ね、僕も函館出身の人に教えてもらったんですけど、会いに来てよかったですね。ほんとよかった。かわいい、かわいいですよね。美味しい。ちょっとね、時間置いたら慣れてね、触らせてくれた、ね、チョッピーが上がってきた方向はね、結構なだらかな斜面で、ちょっと馬たちの横も通れそうだから、馬たちを驚かせないようにちょっとダウンヒルして、あの最後の林道は爆走しましょうか。
戸建ての自転車屋さん中野和さんに遊びに行きました。しっかり僕は旅でボロボロになった自転車もメンテナンスしてもらって、今みんな買い物中です。福山さん、はい、いいもの買いました？買いました。 T シャツ間に合うので T シャツ買いました。買いました。かっこよかったですね、あの T シャツね、うん、色違い見つけちゃったから、うん、もう1枚いこうかな、うん、T シャツ買いました。買いました、シノピエも。みんな自転車ちゃんとメンテナンスしてもらってよかったですね。本当に今回の旅でクタクタになった自転車を、いいですね、お似合いですよ。そして店主の横陳さん、本当にお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいご飯屋さんも教えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。また遊びに行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、行きますか。行きましょう。電車、電車、そうなんですよ。チュラさん、はい、今ここはどこですか。洞爺湖。あ、もう洞爺湖まで、洞爺湖まで来ちゃいましたね。函館からワープしました。ワープで、これは今どこに向かって今向かっているのは伊豆ハブの山口さん。あ、山口さんの家。わ、楽しみだな。見えた、晴れだ。はい、今はどこにいるんですか、皆さん。山口さん、お邪魔してます。ようこそ。すみません。ご準備までいただいて、うん、ちょっと横山さんこっちでした。すごい野菜も焼いてくださってます。美味しそう。すごい、うん。着いたのが暗くなっちゃったから、あの何も周りが見えないけれど、明日の朝とかってまた、うん、山口さん来られます？僕寝る。あ、寝る。あ、じゃあちょっと明日の朝ちょっと土地を見させていただきましょう。うん、まずは乾杯しますか。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんありがとうございます。いえ、よく来てくれました。しのぶ、今日何キロ超えたんですか。今日は60キロですね。今日は60キロ。膝の名前何になったんでしたっけ。ペインニーだから、ペインニーだからペニーちゃん。これからペニーちゃんと仲良くしてください。ペニーちゃん。あ、これは山口さんの家で採れたやつですよね。やばいっす。畑、採れたて。畑で採れたやつ。鹿肉。今日の朝。今日の朝。採ったらしい。うまそう。たまたまもらいました。こういうのは日常なんですか、鹿肉。いや、あんまり。タイミングよくない。鹿肉が大きいって、つまり横山さんの顔が大きいって言ってません。大丈夫、まあ、そう来ると思ってたけど。うるさい。食べてみて。柔らかい。食べてみて。柔らかい。すごいよ。すごい。オピネルでサクッと。うんうん、腰開いてないです。いただきます。いきます、鹿肉。美味しい。涙出そう。うまっ。全然臭くないし、食べよう。めちゃくちゃうまい。
ネタにない。今日は最終日、うん、いやでもめっちゃいい場所ですね。ね、めちゃめちゃ紅葉綺麗。そう、紅葉がすごい綺麗。着いた時とか真っ暗でさ、全然前方見えなかったけど。最高にルクソ、寝起きなさい。キムラスのダウンパンツとブルオーバー。布団も布団も着てる。布団も着てる。キムラス。四角いやつ。うん、あの車中泊のやつがあるらしいです。ノクノクです。ノクで。ノフィーマ。家を建てる前の家の周り。毎年毎年で変わっていきますが、そろそろ時間やばめ。電車何時？8時44分でそろそろ行ってもいい、うん、そろそろ、うん、山口さんの家から1時間ぐらいを40分で。福田さん何食べてるんですか。ね、これもチョロさんに完全に成功されました。めちゃくちゃ美味しい。ね、最終日揚げたて食べれてよかったですね。めちゃくちゃうまい。揚げたて最高っすね。じゃあ食べましょう。はい、はい、電車乗って帰りましょう。お疲れ様です。東京まで戻ってきましたね。じゃあなんかそれぞれ皆さん今回の旅を経て一言。入社して2週間ぐらいで、この旅に参加したぐらいで、どうなることやと思ったんですけど、うん、まあそのみんなでしっかり計画立てて、全体の計画を日ごとに調整して、まあ、うまくその計画に乗れて、行動できて、でいろんな人に会えて、まあ、すごい景色が見れたし、山口さんにすごい世話になって、会社再生とかいろんな話聞いて、内容が濃すぎて1分じゃちょっと伝わらない。車で行ったりハイキングしたり、またバイクパーキングが全く別物で、ハイキングでは早く移動さんの長距離移動できるし、車よりも好きなところで止めれるっていうこの感覚がすごい楽しいな。バイクパーキングまでやったことない人はぜひやってほしいな。車とも歩くのとも違うっていうのがあるんで、これはねちょっとハマりそう。一人で行くよりこうやってみんなで行ったら絶対楽しい、うん、なるほど、確かにそれはそうかもしれない、うん、坂道なんて絶対いい、車で行った方が楽なんだけど、うん、5キロとか10キロとかの坂道をみんなで一生懸命越えて、うん、そう風を感じる感覚とか、本当にバイクパーキングの醍醐味なので、めちゃめちゃ楽しかった。今回北海道にいたやつがたったタイミングで、山口さんに会いたいな。大阪でイベントしてた時にすごいなんか目キラキラしながら庭いじりしてるのを話してくれてて、その景色やっぱどうしても自分の目で見て何にハマってるんかなって山口さんみたいな感じで思ってたから、みんなでこうやって
まあ、あそこを訪れたことは貴重な体験にもなったし、まあ、これから生きてくる人生観得られたなっていうのはあって、でプラスなんか自分の中での旅っていうのはなんか誰かに会いに行くみたいな、で今回の釧路で出会ったの家族だったり、昼の朝に遊び行った時 の、 あの横陣さんに会えたことだったり、またなんか北海道をすごく行きたいなって思える旅になったなって、うん、最高ですね。最高でした。はい、北海道広かったですね。広かったです。そして行きたいところ全然行けなかったって悔しさ、うん、また遊びに行きたいです、ね、来年再来年ってなんか将来が楽しみですね。またで全然今まで遊んでるやつ違う場所が、結構何回も北海道行ってるけど、それでも全然まだ足りない。足りない。全然なんか、やっぱ電車になったみたいな感じがすごい、うん、ね、北海道駒ヶ岳とか良かったです。僕から大阪に帰ったり、福岡に帰ったりみたいな感じで、はい。まあ、お家に帰るまでが、うん。いっぱいに行くので、はい。はい。ありがとうございます。なのです。じゃあ、はい、これか担いでいきましょう。お疲れ、白さん。お疲れ様です。ありがとうございます。